けとくわ、不安な気持ちになるから。ちょっとあれ聞いてみたい。 BGM 消しますね。ブチって消すのあんま良くないよ。どうなんやろ。こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。ほんまに日本語や。いや、まこつです。すごいね、なんかちゃんとほんまなんや。聞いた話はね、いっぱい聞いてたんやけど、ほんまに日本語だよとか聞いてたけど、なんか実際なんかでも静かやね。もっとなんかこううるさいって聞いたけど、今回は静かや。猫さんとマッチング羨ましすぎる。ほんと？95人集まってるし、すぐマッチしたし、なんか今んとこ平和さやね。どんな感じか本当に全然わかんないけど、なんか積極的に絡んでいきたさはある。静かや、思ったより。いや、早くおしゃれしたい。もうなんかシンプル、シンプルだね、本当に。よし。昨日一戦ね、一戦だけ昨日やったんだけど、株式パークで。いや、何が起きるか分かんないところね。JP サーバー不安ではあるけど、ちょっと。いや、でもこれな。まあいいや、とりあえずデカで降りよう。昨日ね、デュオで参加させてもらったんですけど、パブ G パーク。なんか、ね。35位だったから。ちょっとその辺もね、込みで修行しなきゃなって思った。楽しかったけどね。楽しかったし。なんかレベル高って思ったけど、いつかね、もうちょっと上に。怒れるようになったらいいなって思った。ワンちゃん。なんか会場にいない状態で参加とかもしてはるじゃん。なんかそういうのもできるみたいやから、そういうのも積極的にね、お家から参加して、ちょっと後半まで生き残るっていうのを目指そうかなって。それで練習して、いつかもう一回。おらん。出るよ、これ。いつかね、もう一回。ちょっと待って、これ設定、あ、やば。待ってよ。あ、でも、キーは大丈夫やけど、こんにちは。オーバーレイみたいなのが出ちゃう。こんにちはこんにちは。ありがとう。顔出してくれて。なんか癖で、シフトタブを押してしまうんよね。で、シフトタブを押した時に、設定をスチームでいじらんかったら、オーバーレイが出てしまうっていう。なんか、まただ。これほんまに、帰るのまずい。ちょっと落ち着くまで帰れへんね。なんかね、自分の配信画面で見るとすぐクルクルになって、画面映んなくなってるんやけど、こないだこれで映ってたらしいから、このままやるけど。こんばんは。こんばんは。ありがとう。いやもう JP サーバーをやりたくてやりたくて。ほんまに、すごいやりたかった。なんか JP サーバーやりましたとかいう話してはったじゃん。昨日の話ないけど。なんかみんなちょっとやりましたみたいなさ。私もやりたかったと思って。うん。やっとゲームの時間だと思って。速攻つけた。オンね。あ、こんにちは。日本語です。よろしくお願いします。ほんとだよ。なんで、ああなるんだよってね、ほんとに。いやもう受け入れたから、受け入れて生きていく、私は。あの写真を。うん。部門としてはソロなんでしょうか？一応部門っていうのがなくて、一応チームに加入して、配信3回目ですし、そろそろ来たらコメントいいですか？綺麗なコメントもまあやっていきますけどね。あ、やっほー。そうです。なんで、私は部門には所属してない形になってます。まだ結構ふわっとした状態やから、今後変更される可能性はあるんやけど、で、一応ストリーマーとして、
育成していただく、ちょっとなんかどういう表現で言ったらいいんかわかんないけど、育成していただく感じになるんじゃないかなって思ってる。いや、おかしいけどね、育成していただくっていうのは。のとりけです。いや、これおんのよな、あっちも俺とったし。ノイズのラジオ体操部2号です。そうですね、ラジオ体操も毎日やっていきたいと思いますよ。もう少し頑張ってます。綺麗ね、綺麗なコメントありがとうございます。こんな汚いコメントしないじゃん普段。もうオーバーレイの、オーバーレイだっけ。めっちゃ綺麗。ソロでやると、あれ読み上げたかな。ソロでやるとなかなかモチベ上がらなくて続かないですが、どうしたら続けますか。どうだろうな。でもなんか私割とそのなんだろうな、無限にゲームできるタイプやから一人で、なんかそれに関してはなんだろう、ソロ向きだったんだろうなって。なるほど、引っ張りだこになるといいですね。引っ張りだこ、やばいコメントした時はキックお願いします。たまってね、たまりにたまって。そうなんかあれだけど、汚い会話が飛び交う配信だと思ってた。いや、綺麗ですけどね、クリーンな配信なんでよろしくお願いしますね。でもなんか休憩しながらソロでやっていきたいんやったら、ソロいっぱいやりたいんやったら、まあ間にこうね、デュオとかスカットとか挟みながらやって、もう慣れていくしかないんじゃないかなって思う。この無理にソロ数増やそうって思うんだったら、私はちょっとうまくいかなかったりしたら悔しくて、ほんまに一生やってしまうタイプだから、やっぱりそのなんだろう、やんなやだなって思うことはないけど、そうですね、そう、他のゲームを挟むと私はだいたいちょっとエイムがおかしくなって勝てなくなったから、うん、あんまおすすめはしないですけどね。ツボとかいいゲームですね。なるほど。こんにちは。ピアスとチメワトキング二ゴンゴさん、今日はソロですか。今日ちょっとソロでやろうと思ってます。ね、あ、そうだ、ごめん、DM ちょっと見たのに返事返さまま始めちゃった。DM いただければ見て合わせましょう。せっかくの機会なんで、ちょっと本当に知り合いが少なすぎるんで仲良くしてください。名前変えたじゃん。かわいいじゃん、しんさん、ひらがなで。爆撃の間は外に出るなって言ってた、相撲さんが。外に、もうなるべく出ない方がいいですねって言ってた。なんて？My English is so good。 うん、別にどっちでもいいよ。2語とか語が入ってれば、私は別に。これ影響もあるじゃん。うわっ、でもなんかさ、ソロとかデュオだったらダブルバレルが強いって言ってたから、持つわ私。日本語わかるのによろしくお願いします。お願いします。そう、本当に緊張しいなんで、お手柔らかにお願いします。そう、グッドだよ。こっちのお話ですね、わら。ね、いやでも本当にね、なんかこうリアルタイムでこういう話を、なんかでも、待って、打ち合い少ないね。JP さんがサーバー死もいらないじゃん、それは。なんか静かじゃない？出てこないんだ、これ多分。2回目だから。使用する相手がいないんですが、どうしたらいいですか？もうソロいっぱいやりましょう。あ、でもあれじゃない？そうじゃん、それこそ。日本語に JP サーバーが来たということは、友達も作りやすいってことじゃないんかなって思う。いや、マジで思うけどね。リアルタイムでさ、なんかそういう話を聞けるのは、すごい勉強になるなって思った。いや、なんか配信見たりしててもそれはもちろんやけど、なんか、入りが、
なんていうの、わからん、なんかわからんけど、なんかスッと入ってくる。そう、ごめん、なんか話めっちゃ飛ぶけど。で、なんかいっぱい話したいことがあるんだよね。いっぱい話したいことがありすぎて、ちょっともう何でもかんでも言っちゃうけど。こんにちは。こんにちは。おう。あ、違うわ、そうだ。いけね。なんか足音したね。夢もダメ、指紋語もダメ。じゃあどう呼べ？んごでいいじゃん、もうそれやったら。JP サーバー、ほんまに友達作れるんじゃないかって、思うよね。友達作れるってなってもそんなこう友達はできひんねんけど、私の性格的に。でもなんかこういいよね、言葉通じる人と気軽に利用でもスクワットでもできるっていうのはなかなか熱いんじゃないかなって思う。うんこね、うんこちゃん、それは、うん、このテンションでね、思ったんや。言葉が通じるっていいですね。ね、いいですよね、本当に。あ、まあ配信外でもないでも、そのノラスクはちょっとやってみたいなって思う。でもとりあえずね、ソロでドンカツ取るでしょ。もうなんか多分これ JP サーバーの立ち回りを考えないといかんのじゃないのかなって思う感じじゃない？変の遅いよね。54人もっと減るじゃん、いつも早々になんか50人切ってるイメージやけど、50人ぐらい残ってるもんね。うん、わしようとしたのに人がいないし、あさられてもないのもなんだやけど。昨日はジップサーバーを重かった。あ、そうなんや。友達かと思ってたのに友達と認識されなてない場合は寝ていいですか？それは友達になりたいって伝えた方がいい。でもなんか私も、あ、湧いてる湧いてる、あ、爆撃ね。私もなんかその友達なの？とも自分は友達って思っていいみたいなことは結構あったから、でも SR ないしな。あ、プレッサーあるしな。でしたけど。は、もうなんか仲良くなりたいと。唯一でもないけど、こう、数少ない仲いい友達と仲良くなる前に、もう仲良くなりたいと思ってるからって言った。仲良くなりたいと思ってるから、こう、なんか思ったことは言ってほしいみたいな。このスタートを切って、結構仲良くなれたと私は思ってるから。むずいよね、その友達の定義とか考え出すとさ、分かんなくなるし、あっちもなんかそういう同じようなタイプやったら、え、ほんまに友達？ほんまに友達？ってなっちゃうからさ、友達になりたいって言った時が一番友達になれた、私は。あと昨日はアンノーンが多かったよね。7し、いや、ベカとど真ん中か、気まずいな、これ。あっち側行きたい。どうしちゃおうかな。うん。サンゴさん。サンゴさん。あ、そっか、スタンプ読み上げられないんだ。僕はしもべと思ってるので、ひたすら持ち上げます。そんな。見えへんわ。見えへん、これ。ようわからんとこ入っちゃった。しもべってなんだ。上か？わかんないね。友達人数数えて泣いてる。友達ね、なんか難しい。友達を作るって考えるとこっちから落としたんだよな。考え出すとなんかむずいよなって。もういつよ、やんかいなん。いや、もういいかな、この辺をって。あ、来てる。どうすんだこれ。スモークしかない。火炎瓶拾っといてよかった。変な赤じゃんね、多分。こんにちは。
無理じゃない？いや、こっちもそんなに有利じゃない。見えない。ないね。よし。いや、この木箱ずるいな。今これ初キルなんやけど、このアカウントで多分ね、汚れた手っていう実績を解除した。でも持ってるやん。またやっちゃった。オーバーレイは配信に映ってんのかな。ナイス、ナイス。あれやね、スタンプもなんかこうナイスぐらいのどうもとかナイスぐらいのテンションで呼んでくれたらやりやすいのにね。爪に汚れてるのにね。なんでよ。いやー、これ気まずいけどな。いやでもおらん気すんねんけど、さすがに浅いかな。おったらしんどいけど。みおちゃん、なんかバス来た。こんにちは。それもしかして確かね、降りてんね。気づいた降り。それはおるね。はじめまして、こんにちは。よろしくお願いします。車盗みます。全然減らんやん。逃げろ逃げろ。戦わない。頑張って。やべえ。一生懸命喋ろう喋ろうとしたんじゃん。こんにちは、はじめまして。いただいてありがとうございます。オープンレッグまだ全然慣れてないんですけど、お願いします。この辺いい感じだね。このボリューム、いやー微妙かな。43人。あ、そう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 、アプリやったらね、それでできるようになってる。40人いるのに。これあの家どんに行くか。人いっぱいおるし、そこもちょっと怖いね。で、その辺の兼ね合いもあって、ぼよみちゃんつけるか悩んだんやけど。昨日さすがドンズのお二人、お話うまいなって思いました。いや、ほんとになんかもう、慣れないことで、慣れていきたいなって思ってるんですけど、ほんとに、スマホさんとかね、MC のブンブン丸さんとかに助けていただいて、なんとかかろうじてって感じなの。もうね、流れうまくつかめる人間になりたいなって思った。とか言って。ね、ぽいよね。なんかいなそうじゃない？なんかサンヘルの匂いがする。必死。昨日解説してたニゴンゴ選手とは声が違う気がするんですけど、次、そうですね。そうしたら罰ゲームにしよう。そうですね。お話うまい。ねえ、なんでよ。頑張って喋ったじゃん。そうですね。そうですね。だって、いや頑張っていきたいと思っております、本当に。いいね。待って、手汗がすごい。なんかさ、声がね、間にその、いや、まあ、お任せするけどね、そんな、ほんまに嫌なことは、嫌だって言うから、嫌だっていうか、声が出えへんだよね、うまいこと。よくないなと思って、
本当なんか。ももさんはうまかった。うん、そうまあそう。いやそれ普通に傷つくけどね。普通に傷つくけど、それは。いやまあもうその通りないけどね。あいいねこの場所。うん。これでも一発目どうか剃ったらかっこいいけど。今後使わせていただきます。買っていきましょう。つももさんがずっと喋ってるから話に入るのむずいと思うよ。普段家から出ないから。でもでも本当になんかすごい気遣ってって言うとあれやけど、なんかこうすごい親切にしていただいてるからね。なんかこういけるところを吸収して、吸収できるところは吸収して頑張っていきましょう。あずさん、いや本当になんかこう出演初なんですって言って追ってくれたから、なんかもう逆に心強かった。一緒に頑張ろうって思えたから、そんなあんまりこうなんだろう、頑張ってください。頑張ります。頑張りましょう。よろしくお願いします。頑張っていきます。うん、そうですね、頑張ります。そうですね、買っていく。つかぶんぶん丸さんと一緒に番組やってるすげーというのがおじさんの、もうそのうちうまく話に入れるようになるさ。うん、頑張る。ここに来て人とあんまり喋らないことがね、引っかかってきてるから。なんかこううまいこと人間とコミュニケーションを取れるようになろうと思います。うん、なんかすごい人ね、関わらせていただいて。プググとロル以外はどんなゲームが好きなんですか？はじめまして。PUBG と LOL 以外なんだろうな、結構何でもゲームやり始めると好きなんやけど、凝り性で。頑張れ。とりあえずやるってなったらやってきたのが PUBG と LOL やから、多分やったら何でも楽しいと思うんやけど、なんだろうな、あ、割と雰囲気ゲームは好きです。なんか雰囲気楽しむ系のゲームはすごい好き。アンダーテイルも好きだった。いやこれでも行かん方がいいな、怖い場所が多すぎる。あの最近やったのはインサイド、アンダーテイル。あとドキドキ、これはちょっとなんか系統変わってくるけど、ドキドキ文芸部、あれもね楽しかった。いや言ってるじゃん、言ってる。 LOL、うん、私はうんね、いや泣いたよ。私も配信で、その時配信してない時だったから、配信会でやったんけど、まあ一人でやって泣いたよね。これ気になるけどな、35人やろこの範囲で。生き延びるね、本当に。全然違うね、JP サーバー。もしかして、ドンカツめっちゃ難しい？油も好きやった。昔。ゲームキューブなんやけど、ゲームキューブの時はすごい好きやった。けど、強い人には勝てない。何が？いやでもなんかそういう発声練習した方がいいかなと思う。確かに。それはあるかも。いやーこれさー、やりにくい。ちょっと変の待って、減ってからアンチ内入る感じの方がいい気する。さすがに多すぎ。おった。ロッキー拾いに行きたいけどな、4倍スコープ欲しいし。いやでもさすがにな、よく出すと負けるこのゲーム。わんない、タブレスあるし2倍スコープあるから出す必要ないはず。ナイスナイス、また配信来させていただきます。今日はあ、はい、ありがとうございます。来週もまた行かせてもらいます。よろしくお願いします。あったかい。いや、あったかいよ。なんか。無事やってる人みんな優しいよ。本当に。ほんまに思うもんね。
あれ取ったら来えへんかったね。何飛んでいくんやめとこ、やめとこ、パッて死んだらね。なんかおるじゃん。落ちた。あ、かまってる場合じゃないか。待って、これ待って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 、デリアンキーするわ。安定ルートで行きましょう。前のパワーゴリですね。左の人どうにかしたいけどな。ナイス。それでもあと12。ちょっとスモークうるさいねんけどな。スモークうるさいわ。ごんさん、こんにちは。ごんこだいこんにちは。中の勝負できるのかと思った。ね、いやこれ3位がもたれとったら危なかった。怖っこれ。選手のサインってどんな感じのなんですか？サイン？どんな感じ？あ、おしゃれす、あれ？私のスパにおしゃれなんついてない。どんな感じやろ？お、欲張んない、欲張んない。どこでもよかったな。いや、これ迷うのか。バーディーの持ち主が絶対おるよね。どういうこと？ごめん、ちょっと待ってね。あと8人。あ、おったね。それいや、腕力やむやいきつこんなんだ。いや、危ないかな。なんかこの最近キーボード操作が全然うまいこといかん。4倍スコープ欲しいんすけど。あ、待って、やっちゃった。ちょっと待って、もう本当に。なんかフォロサイズ拾ってる。テンパってる、テンパってるわ完全に。あ、
そうそうそう、アカウントね、アカウントの話か。分かりにくすぎるなと思ってアカウント作った。あ、ミュート。ハクション大魔王が出てきそうなアラーム音。こんにちは、新アカウントなんですね。そうです、ちょっとあまりにも関係ない名前すぎて分かりづらすぎるなと思ったんで、お金をブルーホール様へ。当たんないなこれ。あるじゃんこれ。もう持ってるやん。こんちゃ、こんちゃ。多分右左やと思うよね。じゃあレーティング最初からですか。今日リセット入ったからみんなレーティングあれじゃない、レーティングみんなリセットされてからのあれじゃない。そう、デバイス変わる。お、ゴチじゃんこれ。ちょっとあと一発、あと一発、よし。あ、そうか、取れた。やったー、 JP サーバー。うん、 JP サーバー。初戦ドンカツ、右に2人やったね。左1かと思っとったけど、ラッキー。しかも8キルいいんじゃないですか。ナイスナイス。しかも命中報酬、ごめん、しゃべれ。命中報酬140や。さすが。やったぜ。パチパチ。あ、思う。なんか、もっと、あるじゃんね。もっとある。できることがあるのに、そう、間違えて変な、ルート通っちゃうのとか、っていうのはやめていきたい。さっきね。お風呂入っといて。洗ってるよ。あの、トイレの上から、トイレの上からって言うとあれやけど。うん。これ上から水が出るから、そこで洗う。安心してほしい。うん。お腹空いたわ。なんか全然お腹すけへんわとか思ってたけど、緊張の名残だったんだなって感じ。あそこは降りたね。多分上や。あれ？ 2 人。ここか？あれ隣か？上か？よし、危ない、危ない。これファイが撃たれとった、終わってた。ソードオフ強いね。あれか、あの近距離で一発で死ぬんだ。ベストつけてなかったからやろうね。いいなぁ。初心者マークはしばらくチャットしたら取れるらしいよ、噂によると。あれ拾えへんかった。結構取れるの早いんやね、マカボマーク。いいね。今日一いいんじゃない、最初持ってるアイテムとしては。
取るね。なんか若葉マークのコメントは見えへんようにするとかそういう機能もあるらしい。あ、なんか何かの対策用なんかなって思うけどね。分からん、勝手な読みやけど。あ、そうなんですね。コメントの数やと思ってたんですけど、時間経過なんだ。いや、勝手に取れるんやね、コメント宣伝も。ありがとうございます。なんか本当にいや、いいアイテムやねとは言ったけど、最初のアイテムであってさ、せめて弾いっぱい撃てる武器欲しい。なんかあんまり、あんまりとかね、戦って戦ってたってこと。よし、音聞けてた。よかった。へえ、教えてもらえるとありがたいよね。わかんないことばっかやから。着いた。まあどうしよう、一応持っとく。なんでよ。いや、もう若々しく外れても、え、みたいな T シャツもらおう。上着もらうと死ぬから上着脱ぐわ。あ、武器あるじゃん。あ、なんや、見えてたのに。おやわ、え、あ、間違えた。え、こっち拾う。マジ取れてよかった。三転車っていうあれになってる。このなんだ、ここ、この下のさ、木の三転車。お、人気ないっぽいな。あ、多分上から降りてきたんでしょ、あの人は。あ、なんもなかったよな。かわいそうに。これ拾うとこか。あれ、なんか AK あった感じないけど。いや、あの自撮り写真は成功やね、本当に。あれは成功やったと思う。あ、それしないけど、近いけどね。近いけど、ここが見えたところで撃てへん。あの辺か。お、え、危なかった。なんかちょっと怪しかったけど。まあ、持ったよね。モリモリのモリだよ。ドリアを持ってなんぼでしょ、きっと。練習していこうと思って。でも JP サーバーのさ、その昨日私がやられちゃったのが、ちょっと名前出すのはいいけど、こうカスタムとかにもちょこちょこ参加してはって、ドンカスとかもしっかり取ってはる人にやられちゃったよね、昨日。それで思ったのは、これ JP サーバーレート上がってさ、そういう人とばっかり当たるのなかなか大変だなって思った。これな、持てへんけど。棒しかないけど。確かにね、今後のことを考えたら、こういう人と戦う方がいいんだろうな。こんなもんですか。なんかいるもんない。なんか絶対なんかいらんもん。これどっちの方がいいんやろうな。
分いないね。でも弾十分にあるし。いるか。確かに。お、とスコープとブレット。でも絶対まだおると思うよね。どうなるかわからんし。こっちにしとこう。8倍スコープだけになるかもしれへんし。両方つけるように越したことないと思う。落としたね、今。でもなんかこれの方がいいみたいな風に言ってはったから、やってみるもありかもしれない。こんにちは、はじめまして。昨日パブジーパークにお邪魔させてもらって、 JP サーバー昨日できなかったんですけど、今日初めてやり始めて楽しんでます。楽しい。でもなんかあんまり慣れ合ってないけど、もう恐られてんね。そうですね、AR2 丁持ち好きです。 AR2 丁か、でも当たったのかな、なんか2発で死んだ気がする。カエリン、こんちゃん。 AR と AS ケースか、AR2 丁持ちに落ち着いてます。これね、これあれか、ダブルプレルの音じゃない。辛辣じゃん。まぐれじゃないよ、ちゃんと狙ったもん。でも頭当たったんかどうかわからん。ナイス、ありがとう。何回もね、何だろう、撃たれてとりあえずどっか行こうやったのかもしれない。押さられてるね。車ないんだよな、さっきの場所で撮ったのよかった。北海道怖すぎ問題よな、ここもクリアしてないし。あ、ないか。いや、ルート間違えたな。まあでも、あさりたかったから。頑張ろう。頑張って歩いてほしい。え、ジュースなかった人かも。なんかいい感じのとこに当たった？首とか？わかんないけど。あった。お、バギーあった。ここいいよね、くぼんでて。うん、あ、してる？なんかいいよね。なんと思うね。
やから、まあ、なんだろう、やらんことはないぐらいのテンションもまだ、でもなんか明確にどんな感じでやろうかは全然決まってない。ここ取る？強い家取るか、せっかくやし。そうそう、化粧もしてないし。ここ。あ、でも、いないでしょ。いないと思う。こんないらんねん。こんな弾いらん。そもそもな。え？こうや。よし。そこにおらんやろ。あ、なった。うん、あるある。もともとカメラもちょこちょこつけとったしね。まあ、全然この辺に関してはっていうか、なんかあの写真のイメージをこうちょっとでも拭いたいみたいなのは実際あるからちょっとなんかそのためにもね、自撮りも撮るし、カメラもつけてね、でするのもありかなって思ってる。あ、これここの家あんま来えへんけど、なんか強いと思うよね。あとの移動だけちょっと、結構いいぐらいで。あ、ありがとうございます。逃げずに、前向きに、頑張ります。よかったら見守ってやってください。ありがとうございます。ちょっと下？力した気すね。ここいいよね。欲張らんとこ。あー、でも、ここ何？ここ何？あーとかいね。ここ取りに行く人は多いと思う。よっころ、いや、これ結構上あれか。おるね。いや、さすがにね。さすがに欲張んない。それは欲張りすぎ。やめとこ。こんな目立つところで、バチバチ言うのは違う。うん。公式写真、自撮り写真、動画で3つ並べて楽しんでいただくのは実際ありやね。ありっちゃあり。ほんとね、なんか結構思うんは、歩いてこっそり来る人おるじゃん。あれ気づけやんだよね、私苦手で。一人来られるともう大体気づかんと死んじゃうから、かな。よし、ノリかな。顔出す怖いよな。どっから見よう。見るべきはこっちじゃないんよね。こっちやと思うんやけど。ボロクソ言う、ボロクソ言いよ。あれ人間？あ、おらんかった今。あ、これ？いや、気になるけど来ないでほしい。あ、わあ、いやでもあれはね、あれは撮んない。あれはだってほら、なんかちょっとやっぱりここの、うわあ、でも撮りに、うわあ、ダメ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 、ちょっと待って、ドンカツ撮るから、ここでドンカツを稼いでおきたい。あ、右上の数字更新してやな。欲張りだ。欲張ったら死ぬんやで、それ知ってた？待って、なんか寝に行こう。
あっちもこっちも喧嘩売ってしまうっていう。え、人間？カオルだけ撃って。はい。爆発。なんか多分でも耐久ない車やねあれ。もうなんか無駄に弾使うんでちょっと弾しょっぱいねんけど。拾いたいけどな。あ、この人どうしたんやろ。もう徒歩に蹴り替えたんかな。結構ほかほかやったと思うねんけど。だとしたらこっちもは。でもよく。また来た。いややっぱり耐久ちょっと削れてなかったら無理よあんな。割とホカッとはするけどね。ホカッとはするけど。いやどうしよう、ターンめっちゃ使っちゃった調子乗って。あ、ここにおらんみたいやったら車で飛んでいくかな。でもバギーなんよな私の車。はいね、はいはい、だからはいんじゃない。バギーでこの車乗って、車じゃない、このあのバギーどこやったっけ。うわこれ周りもう漁るしかない。ちょっといい調子乗ってほんまに弾を使いすぎました。いや楽しくなっちゃった。ちょっと斜めやしたもんこれ。前じゃ、前とかじゃなかったら大丈夫。打ちまくってます。まあいろいろいらんもんはあったんやけど、ここだ。え、まあ、でも絶対後ろからも来るから安全出たとこ上取るか。いっそハッピーニゴンゴ。取れる？ちょっとこれ言い切りすぎたかもしらん。いけるか？いけるか？いける。いけへん、いけへん、いけへん、いけへん。そういう方向感覚じゃない。こっちや。行くべきはこっち。あの車何？脇？なんだろう。わけじゃないなこれ。ちょっと落ち着きたいんやけど場所。後悔するパターン多すぎるからちょっとジュース我慢する。
怖なんこの浮いてる草が怖い。びっくりする。後ろで音立てんのやめてほしい。なんだこれ。正解がわからん。あ、いいね、いいこれ。ここに20人はやばくない？お願いします。もうその顔でね、ヤビさんってひどいイケメンフェイスなんだけど、ちょっと変だから。はあ、無視をして、顔出して踏まれに来ましたって言えるの、なかなかメンタル強いよなって思う。あとよろしくお願いします。仲良くしてください。オープンレックのこと聞ける人が、いや、おるけどさ、なんかこう心強いじゃんね。もともとこう割と知ってた人がオープンレックにいると。え、人間？死んだ人間か？あれ、札ついてみる。漁ってる人？にも喧嘩を打ってしまうという失態。いやー、どうしよう。あっちの人はこっちに来たいはずやから。音、あれ、なんかヘルメット変わった、あの人。なんで？とんかつチャンス。あれ、草か。よし、できた。いや、でもバレてるんだよな。待ってことでしょ。あの、サプレッサーついてたから。見えた？今幻覚か？この人はそんな具体的な場所分かってないんちゃうかなって。後ろから来るやつが怖いよな、結局。これやばいんちゃう？山じゃん、逃げられへんよこんなん。この声おらんの？もう弱いけど。後ろから来ない。来た。どうすんの？私ジュース飲んでるんだ。
よう、よう、よう。寄ったじゃん、本当に勘弁してほしいけど。行こうか、行こう。いや、しんどい。今のしんどかった。はい、きつ。山登り。似たタイプやったね。一生追いかけるっていう、完全に似た人種だった。怖っ、これ落ちてたんかな。落ちてたっぽいけどね。下手。車で突っ込んでよかったな。木の人どうなった？これ座った。家だね。
回復対決するしかないか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。1号じゃん。これって名前あれかな、かぶりの名前は作れやん感じなんかな。どうなんやろうね。はじめまして2号です。よろしくお願いします。1号さん、よろしくお願いします。不安だな、若葉マークついてて1号って名前な、不安だ。お願いしますね。まあなるべく夜やろうと思ってる。でまあ昼間もやんないわけじゃない感じやけど、ちょっとこっからスケジュール、自分のスケジュールとかもね、どんな感じになるかわかんないから、まあ、なるべくやろうかなっていうぐらいの感じやけど、名分明確にした方がいいなって思ったら、なんかちょっとスケジュールっぽくはするかもしれない。心配、心配なことないです。よろしくお願いします。2号です。まあ多分オープンレックがにぎわうのが夜じゃないんかなって。おーし、いろんな時間やって様子見ながらだな。いろいろ決めていこう。でもね、夜言うたらあれよね、番組的なのが結構夜にあるじゃん。もうパブ G パークしかりさ、いや混んでほしいんやけどね、混んでほしい、もうとんでもないぐらい混んでほしい。私はウィンチェスターなんやもん。困るよ、怒られたら。なんかこう、みんなが見たい番組が夜なんかもしれへんから、まあその辺もね、あんまり分かってないから、様子見ながらやろうかなって感じ。え、2号オンリーやったんですけど、今1号が生まれたんで2号までいますね。少ないけど、建物取られてない、珍しいね。おったね。
打ちづら。どっちどっちどっち。できれば左から来てほしい。ビンできん。当たんないな。ね。持ってた。危ねえ。お、漁ってない。ほんでここ私危なかった。スコア持ってんじゃん。ちょっと怪しかったけどね。よかった勝てて。なんかでもここ大体降りんのにさ、おらんね。あった。いやもう言うたらここにやるし、いようかな。これそうですね。ボイミちゃんちょっと入れたりしてたんやけど、様子見ながらとりあえずなしでいこうと思って。ボイミちゃん入ってないです。ナイス。配布ちょっと足んないね。これでも416のさ、スキン人気になりそうやね。でもしばらく入れへんかも。わかんないな。結構これもそれも見てって感じ。結構ね、そういろいろ配信見てもらったんやけど、あんま導入してない人の方が多かった。まあそれを真似っこするわけじゃないんやけど、あってもいいかもなって思ったら入れるし、なくていいかなって思ってるうちは入れへんしって感じかな。登ると死ぬとこ。ここなんかでもペカダやのに静かな。なんなんだろうね。あっかもだってマンションも開いてない。車が通っても撃たれない。強気だね。何車あるし飛んでいくか。あもう降りへんかったっぽいよね。もうプレイしてる人とね、喋ってる人、同じマイクで喋ってるだけっていう。すごい暇やけどね、それは。でも退屈感あるけど。うん。ペカだよ、もういいね。あ、でもアップ。すごい怖い音がしたけど。何？合ってんの？おいしよう。あ、やっぱり回ってたわ、これ。うわ、怖っ。多分これドア全部閉めて、さっきんとこで回ってるやつおる。やば。あのアプリやったらね、入れられるしね。言うたらあの辺でショットガン構えてるやつがおるはず。許していいんか？出てけへんね。バグじゃないと思うねんけどな。いやでももう絶対いけやん。もう割とふわっとパーブジーの配信を見ただけやから、そんなこともないんかもしれへんけど。
ここの黒跡のめっちゃ怖いよね。なんかパッと見た感じ。ないですか？許してくれる？めんじゃん。お、やべ、あ、やべ。振られたものですとか言って。お前、それは気づいてたけどね。けどな、4倍あるし、ジュース飲みたいねんけど。いやでも飲まんでいいか。後悔するかな、これで死んだら後悔する。ありがとう、2号ね。なんか大丈夫そう。おらんでしょ。これおったらもう無理無理。クイックドローに行こうってのにすげえんかったな。手に行こう。もうなんかこのうちに少ないのがいいんか悪いんかって言うとちょっと何とも言えへんけどね。独特じゃない？カスタムっぽいね。なんならカスタムの方が打ち合い受けるよね。そんなんやろ、強気の人がやっぱり一定数おるから。最強のベスト。まあなんか冷凍そんなもん下の状態じゃないと思うんやけど、まあ、多分いろんな人がおって、試合少なめ、全体的に控えめな感じだね。あとエアールの先端と弾も欲しいな。まあでも無理に戦いすぎだな。最低限のもあるし、そうなん。お疲れ様。やっぱりその辺も詳しくないんやけど、まだ全然。次のアンチで移動でいいけどな。待ちたいね。待とか。いやでも待つって言うてもな。ちょっと。野獣橋に行くか、この売ってる人のとこ。ああ、なるほど。なんか聞いたわ。なんか一応エールっていうのがそういう感じみたい。私の配信できひんけど、まだまだ、うん、今審査中けど一応あるみたい。いやもうこれ落ちたら行くけど。落ちへんのか。あー、あかんわ、残念。もう投げ銭しても恋実らないから。仮に検討してくれてるんやったら言わなくていいからね。気持ちだけもらうからありがとう。恋は実らないよ。ガチ恋勢だからな。
珍しい。すると思うねんけどね。いや、それでね、そのお金ジャブジャブ使ったら、それは全然違うことじゃん。うん、おやすみ。ありがとう、長いこと追ってくれて。ありがたいです。おやすみ。なんか全然来へんね。ここにおったんかどうかだな。もう10円とかめっちゃ投げる方のやつでしょ。嫌だよ。いや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 。頑張って。今ちょっと忙しい、今忙しいの。あ、積もった。忙しいわ、ほんまに。そっとしといてほしい。もう歌んでほしい。お願いお願いお願い、ほんまにお願い。もう一生お願い頼む。なんか知らんけど買ったわ。いや、なんか相手もどうしたらいいか分かってない感じだったね。ラッキーだった。言ってない言ってない、一緒じゃない、一緒。お願い、いっぱいいっぱい使っていいって。これ使って大丈夫、ブルーホールさん、一緒お願い。置いてきてもうたんやな。上から来るだろうな。オンチに愛されていく。そうそう、人間じゃないからいっぱい使っていい。もうそれも意味わからんけどね。でもこっちから来ると思う。もうこの人はかわいそう。嘘じゃん、もうどんだけ女って。すごいな、ほんで。
ねんな。取りたかったけど無理だな。あ、虫が飛んでる。消えた。なんかちょっとそれっぽい動きできてる今日。ていうかこのゲーム。あとレベル3装備じゃん。ここアンチないか。取られてないかな。浅いかな、これブランド出んの。わからんね。まあでもいい。無駄遣い1000円買ったら持つし、グレ欲しかったぐらい。来てくるじゃん。気づいたね。これ狙いづらいんだよな。かもしれへんし。あいつはほっとこう。うん。と思うねんけどな。残りが。ええ。食べたいよね。食べたい。二度食べたら気持ちよく寝れますよ。それはもう。あれよ。サクッとバンされるからね。よろしくね。一号として恥じない感じでお願いしますね。来てないな。いやでもあいつと戦うメリットないか。しかもローズか。じゃあこの1号がね、1号って名前の子がこう勢い余っていらんこと言うタイプのやつだから、ずっと配信は来てくれてんねんけどさ、よろしくねってお願いお願い。いや、入れへん。普通は入れへん。普通の人は入れへんけど。なあ、前科ありだから、この1号に関しては。そう、最近ちょっとね。こんな感じでよろしくお願いしますね。飛んでほしいけど。いいなあいつ。あいつ撃って。来た。ね、もう一回結構いいじゃん。
取れたね。いいね、持ってるもん私結構好きそれ。いすぎなんよな。上も怖いしな。せやんで。もある。止まったと思うねんけどな。どうでいいか。サインはサインはとか言って、イベントで一緒に出させてもらった人がおったんやけど、俺ね、腰の引っ張り合い。これはあかん、それはあかん。痛い。よかった、この建物おらんで。そう、一緒に出た人に書いてって言ってもらったから。集めてるんですって、いろんな人の。集めてるんですって言って声かけてもらったから。で、書かせてもらった。どうやってくんの？怖いしな、言うて。待ってました、とんかつチャンス。本日何度目だって。見えへんねんけど、でも見なくない？アンチガイって、アンチガイやな、多分これアンチガイで。上がまだあれなんやな。
怖いよね、上が怖すぎるわ。倉庫もなんち外れたんか。なに？死体か。死んでるっぽいな。ちゃったじゃん。うわさ、え、あ、でも3人3か。結構限られてきてんね。急に減ったの。見えへん、あれ減った。一人はこちゃおうかなって思う、あの建物。私分かったね。よし、2段目やった。今日いい感じやね。8キルやし、1回目も8キルやったし、いい感じじゃない。命中報酬割といいし、よかった、取れたね。あ、嬉しい。ありがとう。